これが硬化剤？そう、いやその透明の方が、はい、あの取材100の方、100の方、うん、あれなんだよ、ワタルキースペシャルって特別な名前がついてんの？違う違う、逆逆、うん、100対80、100対80、え、こっちが、うん、100取材、取材、うん、でその黒っぽい方が硬化剤ね。で一応この前テールのエッジの修理してたのを、はい、あの長野のあの子、はいはい、あの学生さん、はい、医学生だっけ、そうです、医療学生だっけのお二人か、あのでも双子の同じ顔してるから、どっち お兄さんか弟だかどっちか分かんなかったけど、はい、一応それこれの、はい、あのあれ使った画像、あ、はい、使った状況、あのテールのエッジ、はい、切っ飛ばして、でこれで埋めてるやつとか、ひびが入ってるテールのスキンの板の状況、はい、あの取材させてもらいました。あ、はい、本当にひびが入るんだね。そうなんですよね、うん、普通じゃ、で、あにひびが入った板見せられたらさ、はい、普通にスキンの板って入るのかなって思っちゃうけど、とんでもないよね。普通にはああいうふうにはならないですね、絶対ね、はい、あんなになったら大騒ぎだよね。そうですね、だからどっかに突っ込んだりしない限りないね。突っ込んで、やっと曲がるぐらいですか。でもまあ好きな板は壊れないもんね、普通ね。こう、そうですね、割れたり壊れたりってないもんね、はい、エッジもああいうふうには飛ばないし、うん、だってテールの板がもう割れてるんだもん、ひびが入ってまっすぐに、あんなにはなんない。で一応何、それはこれは綿抜きスペシャルは使えてんの？これはあの子のようですもん、うん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 、医学生の双子用です。うんうん、うんうんうん、はい、うん、でそれこの間なんか半分ぐらいあげたんですよ、うん、綿抜きさんからはもらって使ってますとか、はい、それでそれがなくなっちゃったみたいで、うん、うん、いうことです。あんな20セットぐらい、あのほらこの前持ってったけど、皆さんご入り用なの？それでみんなああいう風になっちゃうの？あのみんななりますね、うん、大体。それはワンシーズン使うとああいう風になる？いや板にもよるんですけど、うんうんうん、まあ、毎日飛べば1週間も、うん、立たない位置になります。そうだろう。あ、でも多分、うん、じゃあ何、10日間、はい、持たないくらいなわけ。サラ あの FRP で補強するじゃない。そうですね、あのテールっていうか板の方は、うん、大丈夫なわけでしょ。大体3日ぐらいで何かしらこう、うん、不具合が出るの？不具合が出て破損が出るわけ。そうですね、それでそれをすぐ直せば、あ、ずっと使えるんで。ああ、なるほど。それの繰り返しみたいな、うんうんうん、でも調子がいいやつとかは、うん、まあ、個体差だと思うんですけど、うん、1週間ぐらい結構ずっと大丈夫で。2週間？1週間ぐらい。あ、1週間。それで その後ちょっと壊れてきて、で、ある程度ちょっとこう直せるぐらいまで壊れるまで飛んで、うん、それで切り上げて修理するっていう、うん、じゃあ FRP で全面補強やるのと同時に、はい、ほとんど何、はい、これ必需品なわけ。今そうなっちゃってますね。え、今そうなっちゃってるってのは昔は違ったわけ。昔はあのこれじゃなくて、うん、樹脂自体でやったりしてました、ね、あ、はい、はい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 、樹脂自体っていうのは68系でやったり。そうですね、他のでやったり、はい、だってな、クラスさんがやってた時は、はい、一番最初ほらそこで68でやったじゃないですか、はいはい、ビニール袋入れて、あれは3回転飛んでも結構テール持ってたとか。まあ結局板次第なんですよ、ね、板の強さ次第で。あの時に、はい、あのテールをやった修理と、はい、この前あの医学生
が見せてもらったテールの壊れ方は全然壊れる倉田さんなんかのがあの時68でビニール袋でやった方がもうバラバラになってた、はい、医学生がやってたのはここのところちょこっとテールのこのエッジのところを切っ飛ばしてで全部これ埋めてたんですぐらい。そうですね、だから結局、うん、あの直す、うん、いつ直すかで、うん、そう最初そういう風に壊れてくるんですよ、ちょっとずつ。それで、うんうんうん、これとかまあ修理できないと、うん、それがどん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 広がっていって、うん、っていう感じなんで、うん、それをまあ先に直しちゃえば、うん、なるほど。でもいずれにしてもそんなに頻度で直してたら、はい、休みの時はその直しの作業もやるってパターンになる。休みじゃなくて毎日ですか、え毎日ちょっと、はい、田村、はい、もしもし、いいお疲れさ、これこれあのさ、今安倍さんと会ってんだけど、どうだったって言った、ベンドって先の方、あの板のこうたわみ、元からついてるこう、うん、カーブ、うん、こうたわみって言いますか、うんうんうん、あれの減りが前のやつより少ないらしいです、うん、あ、そう、持ちがいいみたいです。 X5 は、はい、あのあれですよ、あの X590% と、はい、08を 10% の組み合わせでやったやつだね、はいはいはい、そうですね、最終的にほら渡辺さん腰折って話してさ、ん、ん、あのパーセンテード、あ、はいはい、柔らかいから、X5 は、はいはい、X3 はあのどっちかっていうと硬めの方向でやったんだよね、そうです、加熱効果で、はい、うん、だから前のあの X3 とどんぐりの配合したやつよりこっちの方が持ちがいい、うん、あ、そう、あの、はいそう、だんだん飛んでいくと、うん、あのこのカーブが、うん、こうだんだんなくなってくるんですよ、板合わせるとこうなってくるじゃないですか、うん、なってる、これが飛ぶとどん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 こうやってなくなっていくんですよ、ちょっと今の話信じがたいんだけど、あ、全部そうですよ、板はこのスキーの、はい、こういうふうに板があるでしょ、はい、滑走面が下だとするとですよ、はい、合わせてこうなってますよね、はい、でわざわざここのところに買い物してスキーの板の強化してるじゃないですか、はい、FRP の、はい、でここにも買い物するんだっしゃって、そうですね、はい、で締めてで FRP こうつけてやりますよね、はい、とどういうこと、この、ね、この隙間、このクリアランスが、はい、飛ぶとどんどん減ってくるんです。ああ、え、下手ってどうして減ってるの、水面に落ちて逆にたわむじゃないですか、うん、ああそういうことね、はい、ああその応力でね、へたりが出て、はいはいはい、はい、どんどんその隙間が減っていくんですよ、うん、ちょっと取ってて大切絵に描いて、じゃあ何、ジャンプ台から、はい、こうジャンプ台から滑ってきてで、プールの中にこう飛び込むじゃないですか、まあこうじゃないよね、こうだよね、あ、こうか、あ、こういう風になってるんだ ね、 そうですね、ごめんね、こういう風になってて、で、こう飛び込むじゃん、ボチャーンと、はい、その時にスキーの板は、まあ、壊れるの困ってるからこうなっちゃうわけだから、はい、あ、これの繰り返しでこれがまた元にこう戻るわけですね、こうやってね、そうですね、うん、板がね、はい、でこの繰り返しを何回やるごとに、はい、このスキーの板の形状がまあ極端に言えばまっすぐになる、フラットになってきつつあると、はい、うん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 、まあ、フラットまでにはなんないけど、そうです、変形してくると、はい、うん、あの
この FRP を、うん、エポキシを貼らないと、うん、ここで折れちゃうんですよ、うん、これで破損しちゃうわけですよ。 でこの時点でもう破損するんですね、うんうん、あこれでね、はい、この時点でね、うん、荷重がかかった時点でね、はい、エポキシ貼るとこれが大丈夫になるんですけど、うん、この時につけた、うん、この湾曲、湾曲はどんどん、うん、減っていって、うん、でまあ、例えばエポキシだと、うん、あれなんですけど、まあ、ある程度変形が止まってるわけ、はい、昔は逆になっちゃったかもしれない。嘘。そうです。じゃあそのあれ、ここのところをこのジャンプ台を滑空してくる時の抵抗も全然変わってくるわけ、はい、もうそうするとだんだんやっぱり これが適度にないと、うん、ないと安定性が悪い、うん、とどんどんこう滑りも違ってくるわけだ。不安定になってますね。はいはいはい。トップとテールがうまく接地しなくなるので、そうすると舵取りというか、はい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 、それが弱くなって、なるほど、だんだんこうエッジがこうついてる、はい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 、設置してる量が少なくなってくる、はいはいはい、そうするともうキョロ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 、ああ、そこそこそこ、荷重のかかり方も全然違ってくるわけだもんね。適度に反発して、はい、スキーのこの、形状、はい、保ってないと、この形状保ってないと、はい、本来スキーの滑走する性能を、この、なんて言うんでしたっけ、滑走面での形状で出してるわけだもんね、ある程度ね、はい、この溝だったりさ、はいはい、溝がついてるじゃないですか。そうです、直進安定性っていうか、うんうん、それとか溝でも、はい、溝もそうですね、こういう風になって溝でも平らじゃなくてこういう風になって真ん中がこうなってるわけだもんね。そうですね、はい、スキーの板って上は平らだけど今は違うの、今は少ないんですよ。あ、そうなの。でこう、ここにすると、うん、確かにまっすぐ滑るようになるんですね、うん、今もジャンプの板とか入ってます、ね、順調、うん、はいはい、ノーマルフィールドとかラジンとか、うん、ジャンプの板はこう何本も入ってます。あ、そうだよね、はい、だけど、うん、最近ノーマル普通のスキーで入ってるのはほとんどないです。多分15年ぐらい前に。でも僕古いんだ。いや、15年ぐらい前でだんだんこうなくなってきた感じですかね。あ、そうなの、はい、今あんまりないです、ね、じゃあスノボーもそうなの。スノボー違うよね。スノボーは入ってないですね。入ってないよね。あ、そうなんだ。なるほど。じゃあそれでこの変形が、はい、X3と158、はい、X3 と1508の、はい、これ50%50%でやってたじゃない。それよりもいいみたいですね。あ、本当にいいっていうのは少ないってこと。少ない。じゃあこっちがこうなんだ、変形のあれで言うと。そうです。それでもうこれの時点でも、うん、その前の段階から比べたら、うん、全然このへたりが、あ、いいわけ、良かったんですよ、うん、でさらにいいみたいですね。だからそれ、あ、そう、はい、そのいいっていうのは割合で言うと、ビジュアル的にはどれくらい向上してるのかね。1割ぐらい、それとも2割増し、1割増し、3割増しっていう表現で言うと、でも期間にもよるんですよね。あ、その使用期間、はい、何本飛んだかとか、使う頻度とか、3回転何本飛んだかとか、2回転何本で、ごまかしは効かないんだそんなファジーな。それでそれ、その結局持つ板っていうのは1シーズンも2シーズンも持たせるんですよ、これで直しながら、うん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 、で、でも、うん、大体、うん、最初の1ヶ月使えば、うん、安定するとこまではこう落ちて、落ちてっていうの、そのこうなったやつが、うん、ああ、はいはいはい、あ、この辺で安定して、そのままずっと行って壊れるっていう、そういう感じです、うん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 、でその多分この、そのこの落ち方が少ないんだと思うんですよ。何割かっていうのはちょっと分かんないです、うん、感覚的にはでもどのくらい落ちればダメだってことも、何もしないで、うん、合わせてペタンってなったらもうダメです、うん、力かけない、ほとんどかけないで、うん、ペタンってなったらダメです、うん、あ、なるほど。でこうギュッて握力使ってパタパタつくのはいいんですけど、うん、あ、
でもスキーは中学生小学生の高学年の時からやってたけど、そういう感覚ってまるっきりないもんね。当たり前スキーの板がそういうふうに変形するってさ、なんか信じられないじゃん。そう大騒ぎしちゃうじゃん、スキーの板がそんなになっちゃったら。でもだって一本さ当時で、はい、あの10万円とか、10万円とかさ。でも僕の時の10万円って、はい、今ではどのくらい、30万円か、ね、そのくらいでしょ。昔僕もそういう時スキーやってましたけど、うん、だって学校の先生ボーナスはたいて、はい、スキーのセット買ったとか、それひっこりじゃなくてグラスだとかメタルだとか大騒ぎしてた時代なんです。だからスキーの板がそんな変形、だってビッカビカに磨いてエッジを錆びさせないようにして何年も使ってるっつうパターンだもんさ。そうですよ。でもここが変形するなんて信じられない。普通に滑る人は一月ぐらいでダメになっちゃうんですよ、スキーの板って。普通に滑って毎日滑ったら、あのセキュリティやってる、あのあれ赤十字のマークしょってる、あパトロレスキューのパトロールの人たちとか、まあ、板によってはメーカーとかによっては1ヶ月も滑れば、そのこれがもうだいぶなくなってもう使いたくないなってなるんですよ。え次の板それジャンプしなくての話、まあ、でも平らなとこ滑ってたりだったらそんなんじゃないですかね。ゲレンデ、普通のゲレンデ僕も滑ったらもう1ヶ月だったら完全になります。あ、そうなの。じゃあ何、スキーの板をしまうときは、はい、この間に挟む、あ、そういうのはしないです。ジグ入れてちゃんと靴をしまうみたいに、いや、しないです。それはしないの、戻んないです。あ、戻んないの、はい、戻すには、あの、うん、昔ありませんでした、お店で神田とか行くと戻してくれる店があるんです。いや、知らない。そうやってなんかパイプが2本とか出てて、うん、で板をこう引っ掛けて、こう引っ掛けてギューって逆にしならせて、うん、そんなベンダーマシンみたいなのがあるわけ。そう、はい、強制ベンダージグみたいなのが、でも知らない。でも、まあ、下手って言うんだったら、うん、まだあれですけど、ちょっと折れて、うん、コクってなってるとあれですよ、うん、その折れちゃって、うん、それはもう戻ったとしても一回滑ったら同じです。何、じゃあ自分何、ゲレンデスキーやってた時もそんなやってスキーの板矯正したわけ。あー、シーズン終わりになると、うん、階段とか使って、あー、いや自分でやります。そのここの空き具合の調整、はい、ウォータージャンプでもやりますよ、やっぱり、うん、あの各場にも鉄の階段とかありますから、うん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 、でスキーの板戻る、ある程度戻る。だけどそれやってると結局こう曲がって戻しての繰り返しなんで折れるんですよ。はいはいはい。だからあんまりやらないですけど、うんうんうん、でもこの一本ちゃんと飛びたいとか、折れてもいいからちゃんと飛びたいとかっていう時はやりますけど、うんうん、じゃあとりあえずは X5 はそれなりの、はい、そういう価値は出たわけだ、多少は。そうですね、今まで、はい、初耳の僕にとってはよ、はい、初耳のほら白くなるとかどのこうのつところで止まってたじゃん、はいはい、3回転できるとかできないとか、はいはい、持つとか持たないとか、はい、いう段階だったじゃない。それが耐久性が上がったみたいです。あ、本当に、はい、あ、すごい。じゃあそれ、その耐久性上がったってことは嬉しいことなわけ。そうですね、もうもちろん。うーん、であの勝手に考えてるだけなんですけど、うん、ここに全部体重がこうかかって、うん、じゃあその変形のどのこうのは、はい、モーグルの人たちにとってもあれ同じなわけだ、はい、ある程度あの板ビンディングがこうついてて、うん、でまあブーツがこうあるじゃないですか。ちょっと待って、これどっちが下、これビンディングです。あ、ビンディングね、はい、あの前と後ろのね、はい、はいはいはい、でブーツこうあって、うん、あ、逆に書いてくれてるわけね。あ、はいはい、こっちが足ね、こっちが人の頭ね、はい、はい、こっちが足で、うん、
スキーの板はこっちの方向ね。はい、うん、で実際水中では多分というか、うん、こうに曲がるんですよ、うんうん、すっごい曲がり方するんだろうね。なんかもう、うん、こういうこの字に曲がる、うん、そうだろうね、はい、うん、ここを起点にね、はい、起点にね、ここは曲がんないからね。そうですね、うん、それで、うん、この、うん、ここから先が要するに、うん、接着剤で何層にもこうくっついてるものが、うん、ここに曲がるじゃないですか。はい、曲がる曲がる。だから、うん、だから一番端が壊れるんですよね。そうですね、負荷が来るんだよね、はい、うん、曲がる、うん、それでそうですね、だからこれが、うん、多分耐久性が高いってことは多分こういうのも良くなるんじゃないですかね、うん、壊れる、うん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 、だから落ち方はあのこちらの方から落ちようとこちらの方から落ちようと、はい、必ずあのテールの方があの壊れてるんだもんね。そうですね、こっちが壊れるってことないじゃん。でも基本的にこっち回転じゃないですか、うん、後ろ回転。あ、はい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 、だから、はいはい、こっちから落ちてれば、うん、例えばフロント、うん、前回りだったら前が壊れると思うんですよ、うん、はいはいはい、だけど後ろ回りだからこっちが壊れる。ああ、そういうことか。だと思うんですよ。はい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 、なるほど、はい、どうしても最後はこう後ろにかかるので。でもたまにこう前すぎて、うん、後ろでもこう前すぎてこう水面に落ちると、うん、ここが折れるんですよね。ああ、なるほど。じゃあ例のあのお笑い芸人のなんだっけ、スギちゃん、はいはい、飛び込みで肋骨を折ったとか壊れたとかいうパターンあれもすごいですよね。うん、スキーの板はこうあんなに壊れて、まあまあ救急車でどうのこうのもあるけど、怪我しないの本当にマジで。そうですね、大丈夫ですよ。たまに足首とか捻挫したり、うん、ああだよねっていうのはありますけど、だってあのあれ5プライでしたっけ、7プライでしたっけ、はい、520番か、はい、あんな FRP 普通作んないからね、うん、でも今穴開けてるじゃないですかここに板に、うん、穴開けてるっていうのはあのブーツ、あのスキー靴止める穴、あ、違います、あビンディング止める穴、いや穴開けてるっていうのは意味わかんない僕は。スキーこうビンディングついてて、うん、ここに穴開けてるんですよ。え、意味が分かんない。ここはスカスカなんです。意味が分かりません。あの水圧逃すために板に穴開けてるんです。日本だと、うん、日本で使ってるのは田原しかいないですけど、うん、カナダ行ったらほぼ全員開けてます。僕は見たことある。あると思う。穴開けてる、はい、で FRP はどうやって貼っちゃうわけ。全部貼った後です。やった後に。あ、やった後に、はい、ああそういうことね、はいはい、後加工でね。そうですそうです。後加工で穴開けるの大変じゃん。エンドミルで。そうだ。まさかあのハンディタイプのあのなんだっけエンドミルみたいなあれで開けるわけ。多分僕が見たのは、うん、丸のこジグくっつけて。はいはい、で作ったジグをこうくっつけて、はいはい、それに合わせて丸のこでバンバンって2本線入れて、うん、でドリルで穴開けて真ん中取っちゃって、うん、それであのトリマーでしたっけ、うんうんうん、サイドに、あれでこうギューってジグ当てて、そういうことね、綺麗にして、で接着剤じゃあフライスに乗っけて、はい、エンドミルでガーッと形状と、はい、とは違うんです。それとは違うんです。手でやってます、うん、大変じゃん。そうです。だからそれ開けると、うん、すごい強度も弱くなる。1セット100ドルぐらい取られます。100ドル、はい、100、昔150ドル、1000万、あ、1万円相当、1万円ぐらいです。ああ 1万円じゃ安いよね。安いですね。こんなものを、はい、穴開けるんでしょ、はい、2箇所4箇所ですね、2本だと。ああそういうこと、はい、こっち2箇所とこっち2箇所、あ、あの 1セットで4箇所。ああごめんごめん4箇所開けて1万円ぐらい、1万円ぐらい、100ドルって言うと、はい、安いじゃん、すんごい。あ、でもそれはその素人がやってるんで、うん、あ、そういうことね、はいはいはい、まあ、バイト的な感じで、うん、そんなに綺麗にも仕上がらないし、はいはいはい、ただその穴開けるにはやっぱり
こう5枚ぐらいやった板じゃないとダメです。普通の板に開けたらもう滑れたもんじゃないですか。ああ、 FRP を5プライぐらい積層して強化したやつじゃないと、はい、もう穴開けたことによる弊害の方が強度不足っつうか、あの滑ってる集中応力みたいな、滑ってる時がもう多分折れないと思うんですけど、はい、このスキーがこうやってこのカーブを滑る時に、はい、もう このカーブとかをここ弱いじゃないですか、はい、だからグニャって子供用の板が乗ってるみたいな感じになっちゃうんですよ。不安定すぎる。なるほど。で外国のカナダの選手とか他 あの選手たちはみんな本当に2カ所2カ所開けてるっていう板はエアリアル専用の板で開けてるってこと。ウォータージャンプ用の板です。ウォータージャンプ用の板で開けてるって。 FRP の補強も何もしないで。そうなんですけど元から下ぐらい強いやつがあるんですよ、うん、ウクライナ製で、はい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 、ウクライナが作ってて、はい、でそれはあの元々強いエアリアル用のウォータージャンプ用のごめん、はい、ウォータージャンプ用のスキーの板で、はい、この穴加工っていうのはされてないの。もともとされてない。されてないの。それ自分たちの工夫なわけ。そうですね。で、やっぱその板はこれがすごいんですよ、うん、ああ、はいはいはい。その変形防止みたいなのは多分20キロとか30キロギュッて入れないと変形しないわけ、動かないぐらい。うん、すごいですよ。なるほど、はい。